このチャンネルは特別な魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、子猫の8割猫はキャンドルテール、エリザベスカラーでも猫を襲う武闘派ということでですね、この子がチェス君って言いますよ。顎の下がハゲてると思うんですけれども、書きすぎてね血が出ちゃったっていうことなんですよね。ただね、かさぶたも取れてきたので、そろそろカラー取れるんじゃないかなと思うんですけれどもね。お店に来た時もねカラーしてたんですよね。多分同じような症状だったのかなと思うので、ちょっとね痒みが出たりとかするのかな。ただね、目を閉じて気持ちよさそうにしてんのかね、めちゃくちゃ可愛いでしょ。ブラッシングどうかな。ちょっとカラーしてるとやりにくいんですけれども、あんまりかな。じっと落ち着くのがね苦手かもしれないですけれども、おもちゃは、あれ、子猫ちゃんならおもちゃ大好きとかじゃないんかな。ちょっと移動しちゃうね。でも撫でると嬉しそうにしてるでしょ。でね、タイトルにあるキャンドルテールって言うんですけれども、尻尾の先端を見てもらうとね白くなってるでしょ。こういうのをねキャンドルテールって言うらしいんですけれども、なかなかおしゃれな名前でしょ。めっちゃ可愛いんですよね。今回のお店は大阪地下鉄中崎町駅付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。なかなか遊べへんな今日は。やっぱ撫でる方がええんかな。2ヶ月ぐらい前はね走り回って遊んでたんですけれどもね、尻尾おしゃれでしょ。にゅーん、首根っこをつかむとねおとなしくなったりとかするんですけれども、隣に来たキジトラさんが多分チムチムちゃんかなと思うんですけれども、別に喧嘩とかはしないのかな。で、三毛猫の姫ちゃんという子も来ましたね。お尻タンタン、あかんだよ。あれ、いたずらっ子か、やっぱり。手にはスリスリしておりますけれども。このおもちゃが嫌なんかな。まあ、猫ちゃんっておもちゃの好き嫌いありますもんね。棒は反応してくれそう。ふんふんにおてるよ。走り回ったりとかしない。ちょい一瞬だけやな。チムチムちゃんが遊んでくれんのか。ちょいゆっくりと遊ぶ子やな。下向いてるんで表情が分かりにくいんですけれども、隣に座ってみましたよ。足タンタンタン。すごいおとなしいなあ。え、猫パンチしたね。え、なかなかの武闘派じゃない。あ、ひょっとしたらお尻トントンすると興奮するタイプかな。落としてますけれどもね、ちょっと落としてるよ落ちるなこれはちょっと面白いからねトントンしてるんですけれども、どうですか。ちょ、置いとこっか、やっぱりね。お尻タンタンタン。スリってなってる？ちょっと興奮してるなぁ。落とす。あ、落としただね。やっぱ落とすか。あんまやったらあかんねえ。あれ？興奮しててもおもちゃでは遊べへんねや。あ、でも猫パンチした。一瞬だけ？ゆっくりやな。まだ一切なってないはずなんですけれどもね、もうちょっとねわちゃわちゃしてくれた方がええかなと思ったりとかするんですけれども、全然見えひんやん。おもちゃ撫でた方がいい。やっぱりこの撫でた時のこの顔癒しでしょ、本当にね。どうかちゃう。あ、猫パンチしてるよ。この子ヤマトくんやん。え、ボス猫なんですけれどもね、ヤマトくんに。負けてへんというかね、勢いで勝っちゃったね。すごいやん、君は。チェスくんって意外とボス猫気質やったりとかするんかな。猫パンチしてる。そんなことなってんの？
なかなかの武闘派でしょ。あ、2回行っちゃおうかな。ここでね、エリザベスカラーをする前の話なんですけれども、多分今年の2月ぐらいかなって感じなんですけれどもね、この時はね結構遊んでくれましたよ。兄弟猫のチェッカーちゃんもいますけれどもね、走ってきたでしょ。そうなんですよ、チェス君はね結構遊んでくれる子なんですよ。カミカミしてる。まあただね、ちょっとやんちゃさんかなってところはありましたけれどもね。加えてるね。教えたんたんたん。噛まれちゃいましたね。やっぱねお尻トントンすると興奮しちゃうっていうね傾向があったんやね。猫兄さんね、その認識はなかったですわ。噛み噛みして可愛いよ。お腹をモフモフしても全然嫌がれへんのやけどもね。でも噛もうとしたな今。猫パンチした、コロンってなった。まあじゃれたいだけかなと思うんですけれどもね。意外とたくましい体してるねチェス君。そっか、でもこの顔たまらんな、可愛すぎでしょ。こちらはね、お店に来て初めて遊んだ時なんですけれどもね、最初はねケージの中で暮らしておりましたよ。まだね生後3ヶ月ぐらいかなと思うんですけれども、まあ子猫らしくねすごい暴れておりましたよ。降りてきた。こちらはね猫兄さん手作りおもちゃ将軍なんですけれどもね、加えて離さなくなったんですよね。もうしっかりとした素材を使っているのでね、すぐには壊れないんですけれども、引っ張りすぎると逆にね猫ちゃんたちにダメージが与えそうなんでね、なかなか引っ張れないんですけれどもね、全然返してくれないでしょ。で実はちょっとねうーって言ってるんですよね、横になった。でね、将軍なんですけれども、こちらのキャットスペーサーでね2年ぐらい使ってねようやく壊れたということでね、今ね将軍ないんですけれどもね。あ、カシャブンが来ましたね。将軍でも遊びたいしカシャブンでも遊びたいって、そんな感じなんですよ。なかなか欲張りな子でしょ。全然返してくれへんやん。やった、話してくれた。ちょっと将軍で遊ぶのやめときましょうか。ね、カシャブンの方がまた安全そうやな。うん、飛びついた。すごい運動神経やな。エリザベスから全然気にしてないですもんね。足に飛びついたりとか可愛いよね。でね、撫でていきましょう。もともとね、撫でられるの好きな子ですよね。めちゃくちゃ可愛いわ、本当にこの子。チェス君もね、もうすぐ半年ぐらいになるかなと思うんですけれどもね、なぜ里屋さんが見つからないのか不思議な感じなんですけれどもね。チェッカーちゃんもまだいてますからね。ただね、オセル君っていう兄弟猫は里屋さん見つかっておりますけれどもね、もうみんな本当に可愛いのでね、そろそろ里屋さん見つかってほしいなと思っておるんですけれども、皆様いかがですか。チェス君がお家にいたらすごく楽しいですよ。最後はね、チュールをあげて終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。